兵庫医科大学笹山医療センターは兵庫県丹波笹山市にある兵庫医科大学の付属病院である。1952年に開設された国立市の山病院を起源とする。その後、国立病院療養所の再編成計画に伴い国立市の山病院は学校法人兵庫医科大学に譲渡された。丹波地域の基幹病院で 僻地での勤務や総合診療の経験を積んだ医師と本院から赴任してきた専門医が勤務し、地域ニーズに応じた診療体制を整えている。また、若手研修医や兵庫医科大学、兵庫医療大学の実習生を積極的に受け入れるなど、医療人の育成の場にもなっており、総合診療に注力するほか、 高齢化が進む丹波地域の特性に応じた地域包括ケアにも取り組み、地域包括ケア病棟、在宅サポート入院、訪問診療にも注力。地元出身の医師やスタッフが多い。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。AB、兵庫医科大学笹山医療センター3分で、わかる笹山医療センター。 2021年5月20日閲覧。ABCDEF 笹山医療センターについて、2019年11月18日閲覧。ありがとうございます。